こんにちは。YouTube のコメントで Amazon とかに売っている激安の安定化電源ってどうなのっていうコメントがよく来ますがえ、今日は実際に買ってそれを確かめてみます。まず、激安の安定化電源っていうのは8000円くらいで Amazon で販売されている安定化電源のことです。使ってみた感想ですけど、電圧を出すという目的はしっかりと達成されていますが、それ以外のところの使い勝手がまあかなり微妙だなというのが感想です。 まず仕事でこういった電源を使おうと考えている人がいるならそれはやめた方がいいですしっかりとした電源を買いましょう、まあ、日本にはしっかりとした電源メーカーが2、3社あるのでそちらから買うことをお勧めしますただ仕事ではなくて趣味でこういった安い電源を使いたい人が多いというのも事実ですただ現実問題しっかりとした電源って結構高いんですね あの、YouTube で使うために電源を何台か保有しています。こちらのリニアタイプの電源なんですけど、これは6、7万円したような記憶があります。下に置いてあるのは日本製のスイッチング電源で 1600W くらいまで出せるものですが、これなんかは新品で買うと40万円くらいします。こういったしっかりとした電源はかなりいい値段がするので、趣味レベルで使おうと思うとかなり敷居が高いです。だからこそ Amazon とかで販売されている激安の電源をレビューするというのが今日の動画の趣旨です。 電源を買う前の知っておくべき知識としてリニア電源とスイッチング電源があります、まあ、リニア電源っていうのは比較的値段が高いんですけどもまあノイズは少ないとスイッチング電源はかなり安く作れますがノイズは少し多いというのが特徴ですアマゾンで売っている激安の安定化電源は大体がスイッチング電源を採用しています多分リニア電源方式は売っていないんじゃないかと思います 今回買った激安の安定化電源もこれは7000円くらいで購入したやつなんですがこれもスイッチング電源ですで早速使っています後ろにコンセントが刺せるようになっていて、まあ、ここを刺すと電源がつくようになっています見えますかまずここで1つ目のマイナスポイントです主電源のスイッチが後ろについていますがこれはものすごく使い勝手が良くないです この電源はアウトプットのスイッチがついていなくて、後ろについている主電源のスイッチがアウトプットのスイッチも兼ねています。なので、主電源を入れた瞬間から出力端子から電圧が出ていることになります。前の実験で使った設定のまま、次の新しい実験で使おうとすると、もしかしたら高い電圧が出ているかもしれません。そうすると、装置が壊れる原因にもなります。なので、使い終わったら必ず電圧は 0V にしてから電源を切る。そういっためんどくさい作業が必要になります。 よくある電源の構成としては前面に主電源のスイッチがあってそれとはまた別にアウトプットのスイッチがあるそんな構成が一般的ですなのでこちらの激安電源のような主電源スイッチとアウトプットのスイッチが一体となっているようなものは不便を覚悟して使わなければいけません次にこういった安定化電源によくある機能で電流が流れすぎないようにする CC というモードがあります低電流モードです 低電流時に流す電流を設定できるのですがその設定の仕方が少し不便ですそれがなぜ面倒なのかというと電流値を設定するためには出力を短絡しなければいけないからですここに今のモードが低電圧モードか低電流モードかどちらかを表示していますがこれを短絡すると CC モードえーつまり低電流モードに移行して電流値を設定できるようになります まあ若干不便ですよねいちいち短絡する必要があるので一般的な電源ですと出力を何も出していない状態でこのように短絡時の電流を設定できるような機能があります次に紹介するのがこの激圧電源で一番良くないなと思う部分です電圧調整の部分を回していくと通常電圧は上がっていきますこちらの電源についても当然回すと電圧は上がっていきます次に下げる方向に回していくと電圧はどうなるか回してみると 電圧はなかなかか下がっってていきまませんもう1回やってみます電圧を上げていくとこういうふうに非常に反応は良いのですが電圧を今度下げていくとどうなるか今これは最大まで回していますが電圧はなかなか下がっていきませんこんなな感じでで電圧が0になるままま15秒程度かかってしまいますほぼ無負荷の時にこのような状態になるわけですがこれは使い勝手が悪いだけではなくて単純に危ないです 電圧を下げたい時にすぐ目標値に設定できないわけですし、あとは出力の部分に電圧が10秒から20秒程度の間は残り続けます。使えなくはないけど、あまり使いたくはない。そんな感じです。この問題は後付けの応急処置的な解決ができます。どうすればいいかというと、出力に並列に抵抗をつなぎます。これは予想ですが、中身はこんな感じになっていると思います。これは出力の端子です。プラスとマイナス。これは大容量の電解コンデンサです。 それと並列に放電用の抵抗がついているこんな回路ではないかと予想します安定化電源は出力の部分に割と大容量の電解コンデンサが入っています今回の激安電源は電解コンデンサの電荷がいつまでも抜けきらずに電圧が残っている状態になる、まあ、そういった状態になっているわけです実際に電圧の様子を見てみると電圧を上げる時はこのように一瞬で電圧は上がっていきますこの電圧を下げてみます 一気にダイヤルを回しましたが電圧の下がり方はなんかすごいゆっくりですよねこれは完全にキャパシタと抵抗のま放熱のカーブと一緒ですよねこんな感じですこういった激安の安定化電源にはついていないのかもしれませんがよくある安定化電源ですと電解コンデンサーの電荷を抜き取るための放電回路が別でついています 大体こんな感じの回路だと思いますトランジスタとシャント抵抗で常に低電流を抜き取るような回路そういうのがついていますこの回路を入れるとコストが上がりますのでこういった激安電源ではまず使われることはないのではないかと思います 他の激安電源を分解したわけではないのであまり無責任なことは言えませんが Amazon でいろいろな種類の安定化電源が売られていますがこういった安い安定化電源の場合はおそらく中身の回路はほとんど一緒ではないかと思いますつまりどの電源を買っても機能的にはほとんど変わらないということですねなので実際に電源を選ぶ際はこういったユーザーのインターフェース部分だけでま決めるような形になると思います外から見える部分のレビューはこんな感じです 次はオシロスコープを使って出力部分に出ているスイッチングノイズを見てみます先ほど説明したとおりスイッチングタイプの安定化電源なのでそれなりのノイズは載っているはずです電源から出てきたすぐのところの電圧を見ますとりあえず定格の半分の 2.5A を流しますこういう時に CC モードの調整がすぐできると便利なんですけどこの電源はそういうことはできませんこれがスイッチングノイズの波形です この部分とこの部分がちょうど15マイクロ秒くらい離れているのでスイッチング周波数は 70kHz というふうになっています。分かっている人はこういう電源を使わないとは思いますけどもノイズに弱い回路とか AD 変換とかそういったのを使う実験にはこの電源はあまり適してはいないと思います。 スイッチングによる高周波のノイズがあるんですけどもそれ以外にもこういった低周波の振動も見えます安い電源なのでこういったノイズとかについてはあまり気にしない方が良さそうです次は負荷を急に取った時に電圧がどれくらいの速さで応答するかを見てみますこの抵抗に電圧をちょっとつなぐだけですねやっています 波形はこんな感じですね少し拡大します負荷をつないだ時に電圧は勢いよく下がっていきますただ電源の中にキャパシタがあるのでそこまで電圧は下がっていきませんその後に電源側のフィードバック制御が働いて電源電圧を元に戻そうとしますで元に戻っていくとだいたい3ミリ秒くらい経てば元の電源電圧に戻るそんな感じの応答ですね まあ悪くないと思います。波形をよく見てみると十分時間が経った後元の電圧まで戻っていません。少しだけ定常的な電圧効果があるようです。電圧計で確かめてみます。まず無負荷の状態で電圧を調整してだいたい20ボルトくらいにしましょう。ちょうど20ボルトです。無負荷で20ボルトですがここに負荷をつなぐとどうなるか。 正常的な電圧効果はあるようです。19.997ボルトです。えー、約30ミリボルトの電圧効果があります。2.5アンペア流している時の電圧効果は30ミリボルトです。この価格にしては優秀かなというふな感じです。 本体の電圧計の表示がどれくらい正しいかこのくらいですねこちらに割と正確な電圧計を用意しましたがえ大体 50mV くらい電圧の読みの差がありますこの電源 60V5A の 300W まで出せるんですけど本当に 300W 出せるのか確かめてみますこちらの電子負荷を使います流す電流を少しずつ大きくしていきます 1> 今1アンペア流れていて消費電力は60ワットです電流をさらに流します一気に4アンペアくらいまでいきますか4アンペアまで流していますがこちらの電源が少し電圧降下していますね何も負荷がない状態ですと 61V ですが電流を流すとそこそこ電圧降下します今定格電流の5アンペアを流しています 電源側の出力電圧が 56V まで電圧効果しているので、まあ、電力としては 280W 程度しか出力できていませんなのでスペック上の 300W まあ 60V5A という表記は嘘になりますあとは出力電圧もなかなか安定していませんね何 A まで流せるか試してみます 5.1A まだ OK ですね 5.2A 5.2だともうダメですね CC モードになってしまいますなんか電源から結構やばい匂いがし始めたのでこのくらいで終わりにしておきますしばくのは終了です結局その後10分間くらいですが全負荷試験をやることにしました中から異音がするとか何か破裂する音が聞こえるとかそういったことはありませんでしたなので品質的には特に問題はありません本体の後ろに冷却ファンがついていますがこれは通常時は回っていません 内部のの温度が高くなるると回る仕様のようです大まかな機能的なレビューは終わりましたまあ激安の安定化電源なのでそこまで期待しているわけではありませんがまあとりあえず動くという点では問題ないと思います次は分解して中身を見ていきます中身はこんな感じですよくあるスイッチング電源の中身そんな感想です裏側にアルミの板があってそれがヒートシンクも兼ねています ヒートシンクの端っこの方にダイオードがありましたこのダイオードの順方向電圧を読み取って冷却ファンを制御しているこの部分にコンデンサーと並列に接続された抵抗がありますがこれが先ほど話した放電抵抗です放電を速くするためにはこの抵抗をもう少し小さくする必要がありますが小さくしすぎるとこの部分での電力消費が多くなりますのであまり良いとは言えません なのでもう少しいい電源ですと放電抵抗以外の放電回路がついていますこの部分に電流検出用のシャント抵抗があります導線のようなシャント抵抗を使っているようです中身を少しリバースエンジニアリングしてみましたこのような回路になっていますフィルター回路とか少し省いていますけどおよそこのような回路になっています この回路はあまり見たこかけない回路ですねなんか LLC コンバーターかと思えば少し違いますしフォワードコンバーターかというとま,あまた少し違うとまあここまでいろいろ分解したりレビューしてきたりしたわけですけども出力の電圧が落ちないとかそういったいろいろ問題はありますがあまりハードな使い方をしなければまあ問題にはならないかなというレベルです。 これ以外にもアマゾンにはたくさんの激安安定化電源が売っています。 そのですね、見た目を少しレビューしていきます。今回購入した電源はこの Amazon's Choice のものです。素人のレビューはあまり参考にはならないということですね。いろいろ電源はあるわけなんですけど、おそらく中身は全部同じだと思います。なので、どこで選ぶかというと、ユーザーのインターフェース部分で選ぶのが良いと思います。どんな電源がいいかというと、前面部分に主電源とアウトプットのボタンがあるやつです。例えば、この電源なんかは前面部分にパワーとアウトプットがあるので、 まあ問題なさそうですね他にもこれですねえこちらも前面部分に主電源とアウトプットのボタンがありますこういった電源を選ぶといいでしょう、まあ、ただ中身についてはどういったものを使っているかはわかりません一応使いやすそうな電源を概要欄の方に載せておきますので気になる人はチェックしてみてくださいただ中身の品質については保証はしません外面だけの使いやすさだけで選んでいますそれでは最後になりますが動画のご視聴ありがとうございました T シャツ販売中詳しくは概要欄から。